レナ行ってくれ、俺たちは。かの地へと。再び舞い戻ろうではないか。あ、これあれだっけ？そうか、今、多分今ホームに来たのは初めてだよな。ってことはこいつに話しかければ。もう一人の私。もらっとくぜ。これいいのかね。なんでセルジュにくれたんだろうな。くれたっつうかなんかねえ。この人ね、これいいこと言ってると思うよ。このすごくいろんなところでつまずいてるよ。これすげえいいことだと思う。なんかまっすぐな道を負けを振らずに突き進めるよ。まあいろいろある、まあいろいろあるよね、ほんとね。今日の一言だな、あのお方。素晴らしいね。てか、アルニ村結構あれだよね。いいこと言う人多いよね。セルジュのお母さんとかね。グレンどうにかしてくれ。行こうか。じゃあどういう気持ちなんだろうな、レナは。羨ましいと思ってんのかな。左上見たらアナザーって書いてあるでしょ。忘れないうちにじゃあやっとくか。さささっと刺繍を渡す時が来たようだな。俺これよ。みすぼらしい本だけど、おめえの本だよ。またこいついいこと言ってんな。よかったな。この人もともとあれだったな。結構ふてくされてたっつうか、なんかもう夢も諦めて、なんかもうやってらんねやみたいな感じの、結構ね、あれそういうテンションだったからね。これでよかったのかもしれないな。どんどん行こうか。このパートもしかしたらかなり長くなるかもしれない。なぜなら俺はこの時点でできるの、まあ、いろいろちょっと全部やろうと思ってるから、ちょっと。本当だよ、もう。まずね、まあ、何するかっていうと、まあ、現時点で仲間にできるやつを全員仲間にしようと思います。あとは、まあ、こいつ、あれで、骨のやつにスカールって言うんだけど、こいつか。こいつのパーツを全部集めようかなって。で、これどこで手に入ったっけ、まあ、どっかしらで、ガルドーブと、もう一個どこだったかな、まあ、どっかしらで手に入ったよね。
で、こう毒の沼になってるんで、こう入ってしまうとあれなんだよね。ダメージ食らってしまうんだよね。ごめんね、素人で。予備の装備持ってきたからか。おー、ありがとう。貸してもらうわ。で、そうね。まあ、一応それ、あとアイテム回収と、まあ、そんなもんか。ババッと。なるべく、効率的にできればいいのではないでしょうか。で、本来であれば、もうあの、支援山、まあ、次の目的地なんだけど、そこに行ってしまえば、もうストーリーっていうか、まあ、話は進むんで、まあ、そこにめんどくさかったらババッと行っちゃってもいいし、本当はね、あの、水流編あったでしょ。あれもね、本当はあれ行かなくてもいいんで、別に。全く問題がない。正気とは思えんぞ。お、ありがとう。モンスターまだついてるからな。分かった。あ、そうなんだ。中入ってないんだね。じゃあ、男のローマン知らない。世界の映像。へえ。原始の森が今なお人知れず。はあ、面白そうだね。覚えておいてもいいかもしれないな。へんてこな植物。まあ、それはまあどうにかなるであろう。もう一回話し変えてみようか。さて、引っ張られる。そう、まあ、植物があるんだよ。まあ、入り口にもあったんだけど、あの入り口になんか人がいて、そのそばに植物あったんだけど、キッドを助けるルートで、あのホームの方の、まあ、ヒドランドも行ったんだけれども、そこの、ね、植物触ってもね、別に特になんもないの。まあ、むしろ通り道を作ってくれるみたいな優しいお方だったんだけど、ちょっとこのアナザに関してはなんかね、まあ、廃れてるせいか、まあ、結構ね、性格が歪んでるっぽくて、まあ、それに調べてしまうとバッシーンって殴られるから。で、しかもダメージ食らうんだよね。どのくらい忘れたけど。で、これでやっとこの中入れるようになったというわけね。タブレット。まあ、戦っとくか、こいつら。いや、いいや、帰りでいいや。で、このサソリみたいなやつに、じゃこれはね、結構強いから、まあ、頑張れば倒せるんだけど、まあ、そこまでして別に、ね、やるあれがないというか。まあ、それも後々かな。まあ、今、現時点でやるってのも、こいつがいいのか。こいつはいいや。霊法手に入れた。こっち来ないで。で、これよ。これがあるんだけど、まあ、普通に調べるとさ、ヒュッと下がってる。ああ、これ痛そうだな、これ。まあ、殴られる。殴られるんだけども、大丈夫、セルジュ。そうみたいね。下がんなくていいぜ。まあ、これ普通に通れないところを、まあ、ガルドーブのドワーフ。まあ、これをくれたのね。あ、酒場にいる人。で、これ使うと、こうやって通り抜けることができるという素晴らしいあれになるんで、ぜひともこれは持ってきてもらいたい。まあ、この中の探索と、まあ、いろいろなんかエレメントとかアイテム手に入れたいんだったら、まあ、あれはもう持ってきてもいいのかもしれないね。まあ、アイテム自体はそんな大したもないけどな。そこまで甲羅とかこういうなんかもう素材系のなんか武器を作るためのアイテムとかそういうのばっかりだしね。基本そんなに。まあ、でも一応なんか、とある人物を仲間にするための重要っていうか、まあ、アイテムがあるんで、まあ、それかな。まあ、来る必要があるかな。取ったエレメント。大体、まあ、カタカナ表示のやつは、カタカナっていうか、なんかもう、あ、てか、なんか書いてあったか。なんかね、素材品はなんか、アットマークなんかついてきますんだよね。横に、文字の。だ、こいつら。グヒグヒ、腐敗した大地にだけ、そういうのを幻の花をやっと手に入れた。滅びたおかげ、水源、浄化作用、消えれば、森は死ぬ、ヒドラ滅びた、森死ぬ、邪魔なやつ、ヒヒ、ヒヒ、もう俺だ。なあ、やつ、あれなし、本当だよね。俺もわかんないっす。なんだお前ら。おめえ誰だよ。いい暇つぶし。どこで体力減る？なわけがない。どこで体力減る？減るじゃないよ。やる気マックスだよ。やってちまおう。暴れるの久しぶりだ。どうぞ。叩き潰しさせてあげよう。てるてー。てってってー。こいつはなんか連携技使ってきた気がするな。はいはいはい。
だよ、フリーズ。残念。先手必勝だからね。いってらっしゃい。バイバイ。はい、はい、はい。こんなもん？すげえ楽だな。でってでーん、でるでーん。さらばだ。生命の輝き、これがね、これを探してる人がいるんだよ。じゃこつかんに。で、その人に話しかけると、なんか、持ってきてくんないみたいな感じで言ってくんだけど、で、ここでも手に入れていれば、もう先に。ああ、くそ、邪魔、邪魔や、邪魔。先に手に入れとけば、その、まあ、めんどくさいことをせずに済む、もうね。あの、サソリみたいなやつね、さっき戦ったあの、緑のヘッポコのやつ、ドラえもんみたいなやつに比べると、はるかに強いから。多分、あれのね、3、4倍以上は強いと思う。まあ、尋常じゃないんで、まあ、気をつけた方がいいよね。まともに戦ってはいけない。何か足なかった、まっすぐな背骨。ああなるほど、おばあさん、おばあさんに育てられた。おばあさんはね、いるよどっかに。タブレット、ちょっと待って、タブレットのもらした回復系でしょ、確かあれだよな、グレンが持ったようなケア。あーだぜ。でこれで、ちょっと待って、三角を押すと、これでエレメントの配列を、あ、オッケーオッケーオッケー。G フロックね、この間あの推理でもらったんだけど、まあ、一応もっと使っとくか。これね、まあ、多分ね、難しいと思うんだよね。召喚エレメントを使う条件というか。戦ってみるか、こいつ。前戦いたくないって言ったけど、ね、まあ、一応まあ、まあ、一応ね。てれてん、お前だっか。ちょっと倒せるときはな、ババッと。これやってくの、これが嫌なんだよ。毒自爆？自爆か。そう、体力半分にしてさ、毒にしてくんだよね。で、エアソーさん、まあ、そんな、まあ、エアソーさん強いけどね。まあ、レナとか普通に魔力の高いやつにつけたら、まあ、結構強いと思うけど。そんな大してんな。あー、オールクリア。もったいねえな。まあいいや、使うか。毒の持ってなかったっけ、消すやつ。あれ、持ってなかった。誰か持ってない、まあ、買った気がするんだけどな。俺も気のせいか。あー、ここにもいるか。まあ行くよ、こっちから。毒やだもん。オールクリアはまあ多分買えると思うけどね、確か。で、これもここのあれよ、これ使ってヒュイッといけるんで。あれか、まだ入り口探索してないな、そういえば。もう一体モンスターいるはずなんだよね、ヒドランとか、なんか空飛んでるやつ。多分ホームにはいると思うんだけど。あれか、ここじゃ見られないか。見れるかもしんないけどね。あの、壺みたいなやつと戦えば。いるかもしんないけど。これなんかアイテムなかったっけ？ああ、なんもなかったか。残念。すごいな、ここ。絶対体に悪いよ。よし、これでまあ、ここは OK。ヒドランドは OK。で、次がね、まあ、ここは OK でしょ？アルニムラ。オボルダニも OK だな。オボルダニ OK。次ね、影切りの森に行きます。まさめジャコツカに行く。で、なんでかっていうと、こいつがいるのよ。何かこうでしょうか。トラック壊す。復興します。これもジャコツカに潜入した時にいたんだけれども、まあ、倒せるんだけれども、まあ、結構めんどくさいんで、俺は戦わなかった。と、戦わないという選択肢を。あ、結構硬いから、あれで行こう。この戦法で行く。よし。ドマヤクラウンドだ。強えな、こいつ。蛇骨艦の時点でこいつはいるからね。だからそう考えたら結構強いよ、こいつは。150か。じゃあ、グレン決めてくれ。おい、おい、おい。よし、エアソーさん。あんま食らねえかな。いってらっしゃい。
デデン、デレデデン。で、ここは、まあ、開けられ、いつでも開けられるようになる。で、逆も、まあ、開けられるようになるってかね。で、反対からも出られるようになるんで。で、ちょっと今回はね、何しに行くんだっけ、何しに行くか忘れちゃったな。買い切りの森。俺何しに来たんだっけ、ここ。まあ一応お宝回収で、お宝、その、ここのお宝もそんな大したもんないんだけどね、正直な。バルブ、まあ、一応通り道だからな。まあ、一応た、もらっとくはもらっとくか。ね、うわ、待ち構えてる。もうやだよね、あれね。いやらしいよね。やめてほしいわ。くんなよ。くん、あの動き腹立つよな、上下に。これよ。あっちがなんかあったっけ、あ、よかった。宝箱なかったね。上の方は宝箱あると思ったけれども、なんかよかった。めんどくせえからな。で、スラッシュ編では、まあ、一応ね、ここ通ったんだけれど、なんかね、あのね、前ここに来た時には、まあ、このモンスターがいて、なんなのこれは。そう、通れないんだよ。で、そのために、モンスターを呼んであいつに食べさせれば起こすことができるっていう、まあ、そういうものがあるんだけれども、変わり袋、ジュジュン、まあ、一応見とくか、読む、メジオさんがモンスターを起こせない、まず、まあ、別に、まあ、一回見なくてもまあ流し読みで、倒されてしまった、血までは混ざっているようだ。拾ってみる。いつも何か残っていた。才能のない自分に対してだったのかもしれない。うん、才能のない自分ね。そんなことないと思うけどね。なかなか強烈なお方だと思うけどな。これか？あ、違うな。これじゃねえな。色が3つあって、てかこういう植物が3つあるのね。まず。あれこれいけないのか、あれこれいけなかったっけ、あ、いけるか。そう、こういう植物。で、これね、調べるとなんか出てくるんだよ、ボワーンって。で、色がそれぞれ違うの。赤と青と、まあ、緑、大雑把に分けると。で、まあ、この、まあ、物体があるじゃん、この玉が浮いてるでしょ。で、この物体と同じ色のモンスターを、の近くに寄ると、こうやってついてくるのよ。食われたかな、これなんかやり方間違えると食われるからね。で、今回はこいつを連れてくるよ、俺は。来て。さあ、来てくれ。うい。まあ、せっかくだからね。じゃあ、今回バトルしてやるか、じゃあ。やるか、じゃあ。まあ、ちなみに上の、このマップの上の方の植物調べると赤いボールが出てきて。で、それを入り口のところにいる、いたのがモンスターにもやると、まあ、同じような感じで、まあ、ついてくるんだけど、それをこいつにやると、あの、フレームをもらえる。これあげるみたいな感じで、有効的になってくれるんだけど、まあ、いっか。今回は倒すルートってわけで。デレレレレン、デレデレレレン、デレ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 ン。シュシ。ごめんよ、倒すのはちょっとかわいそうだよな。平和主義者の人にとってはあれだよね。ああ、やめて、来ないで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 、よし、あいつが次も宝箱調べてるから、これちょっと下行って、下行って、よし、オッケー、下行ったね、よし、あいつ行った、よし、行った、オッケー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 、一気に、え、なんか2体さ来てない、マジかよ、3連戦、さ、マジまさかの3連戦、信じらんないな。まあ一応ね、いいものもらって、俺は。どうかな、よし。ニードルというものをもらいました。まあ、これがレベル3のミドルのエレメント。まあ、レナでいう赤ボールみたいな。それをもらったんで。結構そこそこのダメージは期待できると思う。嫌いなんだよな、もうなんか。まず勘弁してほしいなって。でも、
あ、危ねえ。もうこれ以上俺はバトルしたくないぞ、俺は。頼むぞ。スパスパってきて、さっさっと私は行きたいのよ。スルスルスルっと。これか。いいよ、やるから。で、一応ね、このコオロギみたいなやつが出てくるから、こうね、まあ今幽霊がいたじゃん。恐ろしい人がいたでしょ。エクソシストみたいな人がいたんだけど、それを倒して、で、これで、まあ岩塞ぐと、ここはまあ通りやすくなるという、そういう類のもんだよね。バトルめっちゃ出まくってんな。あー、やめろ、やめろ。いやー、そんなとこ出てくんの？こんなところに出てくるの、もう完全に狙ってるよね。狙ってるしかいない。逃げろ。ジャコツ感戦ってんな、こいつな、確かに。多分。そう、願っておこう。これ、誤算だったわ。ほんと、うまく心理的トラップだよね。で、ここもね、これ真ん中にいると、行くとね、あいつが落ちてくるから、なんか。ゼリー状の物体が。基本俺何しにここに来たかっていうとあれだよね、この森に来たかっていうと、まあ、あれが骨が欲しかっただけなんだよね、ただ単に。だから別に骨さえ手に入れば別に、まあ、そのまま帰ってもいいしって感じ。あ、話しかけてみようか、せっかくだから。なんか南国って感じだな、この空気。人が全然いないね。懐かしの竜小屋。おいっぱいも乗らせてくれよ。俺ちょっとね、飢えてんで俺は。お前たちか、一つ。え、やれんの？マジで？やんな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 いよ俺。やりません。賢明じゃな。ええー！やんなきゃいけないんじゃん。なんだよもう。早くしてくれ。はい。2、3、はい。はい。はい。早く食べて。よし、オッケー。食って、もりもり。たんまりと。わかった、これをやるはめになると思わなかったな。よかった、くれたな。ご褒美。一回切れじゃん。まさかまだできると思わなかったよ。かわいい、キョイーンだってよ。で、これ右に行くと、確かね、崖に降りることできるんだよな、確か。あ、降りる。で、崖側が、アルフルートなんだけど、まあ、ここはもう行かなくていいかなと思ってんだよね。まあ、正直そんなに、アイテムないし、てか、まあ、重要なキーアイテムもなんもないと思うんで。まあ、エレメントが、なんかシューティングとか、白の、レベル2のエレメントみたいな。とか、まあ、そういった類の、上からいっか。確か上から行った方がいいよな。そんな大したものは手に入んない、崖では。で、こいつは謎の道を塞いでるっていう。押すよ。ドゥルッ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 ドゥ。あ、キート連れてくか。ピエール久しぶり見たな、あいつの顔。お、久しぶり。あの時の。そうそう。これの飛び、うん。はっきりとは聞きませんでした。ありがとう。この人いい人だよね、なんかね。婚約者の思い出か。豪華なんてか、ここにも変なやついるよ。鏡に映ってる。すげえ。あ、竜の涙なくなってるね。こうすると、ここに行けるのよ。あれ？こっちか。メモがある。読む。縦投げ鎧を恐れ。鏡を収めよう。光のもとに真相を見るとき、まあ、神の光を収まるであろう。まあこれ何のこっちゃって話だけどね。まあ、あるヒントなんだよ、これは。
宝物庫があってここには、そのお宝をゲットするためのヒントみたいな感じ。お久しぶり。まあちょっとその前に俺はちょっと海が見たいからさ、ちょっと待っててくれ。すげえなここ。サーチスコープ、サーチスコープと言ったらあのお方の装備だよね。クロノトリガーの誰に装備するかな。グレンでいっか。あーでもな、持ってんな、ブロンズメトリ。じゃあいいや、これで命中率結構上がるよ。この花はね、カイルシュフィードっていうの。成長すれば人と同じように動き回れる。はあ、へえ。おほほほほ、マッドサイエンティスト。そうこれなんだよ。あれ行っちゃう。あ、そう、先にあれか。ああ、やっちゃったな。先にね、これね、確かね、やるとね、生命の輝きってやると、てあなた持ってるじゃないみたいなってな感じのなんか反応したはずなんで、ね、はじめましたよ。おう、そうでーす。ハッピーウレピーヨロピクねー、連れてっか。いや、後で連れてこう。先にやってよかったな、ルチアナ。なんかね、連れてき、最初にこの生命の関係やると、確かね、ルチアナさんもうお世話になりましたみたいな感じで、確かね、そういう言葉ができたはずなんだよな。やってしまわれたな。ルチアナはね、デルッデデルッデ、あとね、英語版だと、ルシア、ルシアってなんだな。で、スペルが LUCCIA だったかな。LUCCIA。で、それね、それのとある、まあ、どっか文字を取ると、あれなんだよ。上、なんかあったっけ、まあ、クロノトリガーのあるキャラの名前になるっていうお話もある。そしてあそこにあったサーチスコープ。一体それは何を意味するのであろうか。はあはあ。四天王。これどうすんの、乗っ取られたらおしまいだよ。ねえ。下に降りる扉を見つけた。降りてみる？すげえな。よほ、よく来た。これやる。使え。ありがとう。ところで、名前変えるか？変えないっす。なんだこれは。なんだこれは、乗り物。まあ調べてもらおうか、そのうち。ヘルーン、ほれ。ああ、動き回る。マッドサイエンティストだな、こいつ。今あげて、俺。近づかないことね。って、そうです。うん、結構やばかったよ。キャッホー。はじめまして。おう。ご神様とは違うんじゃないの。お、何やってる、あなたは。捕まってるぞ、料理人。まだ新人なもんでうろうろしたら怪しすぎだろ。いや、怪しいでしょ、どう考えても。
光ってる物体がある。しかし取れん。銀の槍が手に入れた。もう妻は逃げられちゃったね。一緒に行ってくれ。潮時かしらね。おう、よろしくお願いします。ルチアナが仲間になった。おう、共に行こうぞ。どこまでも。こいつらどうすんの。長沢くん、ここはまだ、あ、人いるじゃん。なんか珍しいね。よ、あそこ触るのよ。まあ、まだいっか、ここはな。で、ここもなんもないでしょ。鍵をなんか隠してる。隠してる人いたよね。あれ、なんかなかったっけ。お、あったあった。これを使って道の扉へよ。食堂誰かいんのか。あ、変な音聞こえる。イジロー待ってる。まだ来てないの。もう完全忘れ去られてんじゃん、かわいそうに。どこ行きやがった。サボりやがる。いないしね。ああ、やばいね。あいつ何をしてるんだ一体。出てきやがった。うん？何やってんだ。おお、まあ頑張るよ。軽いな。いいのか。みんなどこ行ったんだ。まあいいや、寝てるし。完全危ない人だな。で、ここは何もないでしょ。ここかな。100万。おい、客間の鍵で開けられる場所。悪魔のお守り。これなんか山猫っぽいな、この肖像が。絵っていうかなんか。次一回じゃ。旅に出るかじゃ。どこ行く。こっから待ってっかじゃ。ドリューの島、岸辺。片っ端から、ちょっと探索していこうじゃないの。クッキー見てるな、これ。うまそうだな。舐めてる人いそうな気がするな。いや、多分いるでしょう。こっちから行くか。こっちおーす。地底の入り口。はぁ、あ。どういう意味か実際に降りてみればわかるさ。なるほど。じゃあ降りてみようか。さっさ。すげえな。ここに通じてんのか。恐ろしいね。人類のあれよ。あー、宝があった。言っても意味がない。モンスターがうじゃうじゃだけ他に何もない。あー、そうなの。出口と同じような、はあはあ、死んじまってる。高台があってさらに奥へ道が続いてる。あ、なるほど。危な、これ下手したら死ぬぞ。骨折するよこれ。危ない。こいつね、めちゃくちゃ強いから。あれだな、あんまたらけとかねえんだよな。恐ろしく強いから。で、これがそのさっき言った部屋のことか。カプセル、カプセル多いね最近。流行ってんのか。まあ、ここら辺徘徊してるモンスターたちも戦えば、まあ、勝てるけど超頑張れば、まあ多分普通に勝てるかもしれないね。やんないけど、やっても特にメリットがないからね。戻るよ。すげえな。これ結構楽しそうだよねこれ。こんにちは。竜眠る地と伝わる奴隷の島と呼ばれている。そう、そうですか。
さよ漏れていたらしい。へえ。謎部屋ってことだな。怪奇現象が起きたんだな。てか、なんかいろんなところであれね、怪奇現象起きてんだな。はぁ。ディスパース?捻挫回復のエレメントだね。ヤッホー。なにこいつ。口が悪いってよく言われるんだよ。あんま気にしないでくれ。あ、そうですか。捻挫してしまうことがあるんだな。なるほど。だからそこに落ちたね。ディスパース。シップの名前っぽいな。おい、次。行くぜ。なんだ、ここは一体。怪しすぎるな。怪しい匂いがプンプンするぜ。プンプンしやがるぜ。なんだこいつは。つくよみかと思ったぜ、一瞬。なんのよだべか。はあ。あれ?へえ、南が住んでいた。龍神の滝あるよ。あ、いいな、ここ、いいよね、ここね。このすげえ超好き、この場所。ここがもう、あれだよな。昔の俺の住みたい場所の理想、理想みたいな感じだったよね。超いいじゃん、これ。虫やばそうだな、今考えると。次はここよ。なんかあれだね、このもうてかやばいな、この周辺。右、この右上とか、なんか右とか、なんか結構やばいよね。結構あれだな、毒されてんのかね、恐ろしいあれに、あれ的なあれに。目玉拾うなよ、そんなもん。恐ろしいね。さすがセルジュ、恐れるもの何もなしだからな、この男は。バラバラの骨を見つけた。はあ、なるほど、適当にやってしまうか。こっち行けるんだけど、まあ、行っても何もないんで、現時点では。まあ、探索してもいいんだけど、特に何もメリットはないと私は思います。神の庭、マブーレ。噂の、こんにちは、ディレケ。マジか、もうすげえ切られてんな。聞かせる話は何もないよ。トドロ会はもうやばいね。これ完全にアウェーじゃない。これ大丈夫ここ。やばいよ。こんにちは。人間何しにここに来た。もっと不吉じゃ人間になると。一応ね、わしのところに人間が訪ねてくると知らせがあった日。終わらせが来よった。はあ。遭難した船乗りが神の身に入った。ああ。結構あれだね、重要なお話だね、これ。頭の片隅に置いといてもいいかもしれない。ヤッホー。へいらっしゃい。あ、ありがとう。話聞いていく。いざでかくする意味があるんだよ。客を選んじゃいけない、客に選ばせるってさ、かっこいいこと言うんだよ。いいこと言ってるじゃないの。俺の勝ってくれ、話聞いていく。死ぬためにで、あの家の店にないのもある。エレメントって何なんだろうね、そもそも。なんかどういうものなんだろうね。もうなんかいっぱいある。すげえいっぱいある。おお、やばいね。やるね。大量になるな、これな。ジーニアスフリッシュウォールセンスっていうの、これ買っとくか、ちょ、これ。2個、2個、2個、2個。ほい。えい。ちょっともっと他に買っていくか、じゃあ。何買っていく?
あー、取った。取ったいいね。取った1位ぐらい2で。よし。買っていくよ。これトラップエレメントはね、ヒートかな、2個ぐらい買っとくか。このエレメントを使って、で、敵がそれに対応するエレメントを使うと、だからだったら、まあ、ヒートっていうトラップ貼って、で、それでなんか敵がヒートっていうやつ使ってくると、そのエレメントをぶん取ることができるっていう。細かいことは、後々誰かがちょっと説明してくれると思うんで。フレキション。2個買っとくか、じゃあ。マナーコール、マナーヘイブル。あー、まあいいよ、いらないね。青い夢を見ている。海が見ている夢の一部。あの炎は死の担い手を待っている。うん。黒龍にやられちまえばいい。黒龍。全然あれだね。仕方だね、みんなね。全然有効的じゃねえな。まあ、しょうがねえか。まあ、しょうがねえかな。近寄らないで。ごめんね。切られてんな。人間が追いやったってことを考えると結構あれだな、何も言えなくなってしまうな。じゃあ教えてやろう。用が済んだら早く帰ることじゃ。神の匂いについて聞くよ。はあ、誰も入ることができん。呪われたち。恐ろしい竜神が炎を封印したと言われている。時間逆転しておる。いろいろあるね。黒龍、目が覚めたことはない。眠り続けていらっしゃる。黒き竜の見る黒き夢、帰ることを知らずさまよい続ける。謎だな。謎が多すぎる。竜がいるじゃん、本当だ。かっこいいな。バハムート的なあれだね。すげえな。バイバイ。おお、よかったよかった。いつかどっかで会えるだろう。おっと、骨をね全部集めるとね、やつが覚醒するんで、でどっかしらで会えるっていう。天竜の島行った？もう記憶にねえんだよ、でも。行ったかな、ここ。行ってみよう。チラッと。チラ目だけしに行こう。すげえな。かっこいいね、ここ。やっほー。近づかない神聖な場所。探求しに行けらない。いなくなってしまった。遺跡があると言われている。地下。へえ、この地下に遺跡があるんだ。だただの島じゃないんだよね、ここね。大陸に逃げ町にやってきて、はあはあ。残した遺跡。ほんとなんかゴツゴツしてんね。なんかこの、模様、もうなんつうのかな。ただの、ボーボーに生えてるっていうわけじゃなさそうだな。なんか石像とかいっぱい置いてありそうだね。すげえ、でっけえな、ここ。広いね。これも全部あれか。これ、生え方が不自然だもんね、なんか。柱かなんかあるんじゃないかな。こういうとこ。柱かなんかあって、その上になんかちょっと木々で、木々っつうかなんか緑で覆われてるみたいな、そういう感じなのかな。てか、すごいね、ここね。あ、こういう風になってんだ。へえ、見えんじゃん。なんか白い物体が、奥の方に。なかなか面白いね、ここね。テルミナ行こうぜ。ここに行こうぜ。何がいるかな。やっほー。はあ、お、スカールじゃん。こんなあれだったのか。ただいま、お前さんは。
よかったな。どんぐらいのあれなんだろうね、どんぐらい離れ離れになったんだろうな、このこいつらは、このお方たちは。元気？頼みます、お願いします、存分にお願いします。スカールが仲間になった、ありがとう。まあゆっくりしてくれ。ああ、久しぶり、なんかあったらなんか呼ぶから俺も。ヤッホー、喧嘩ばっかり、喧嘩しまくったんじゃね？はっはっは、笑ってる、豪華に笑ってる。喧嘩しないキャラなんていない。はあ、自分が間違っていたらちゃんと謝ってくれた。そこは何か学ばないとな。聞いてよ、お嫁にするぞ。はい、お嫁さん結婚する。そうだよ、ダメだよ、気を戻しちゃう。ジョンが好き、はい、兄がいる。ガーン、なんてこった、ショッキングだなこれ。どっちかつけてやるからまだいいのか、確かにな。このグレーン、うん、今のはまあ覚えておいてもいいかもしれないね。しょうがないよ。アカシア歴史に入るの、おなんかあるぞ。僕の大好きなリーデルお嬢さん、お前なんということ。カーシュイケメンだな。へえ、なんか似てるね、今のなんかこの3人と今のなんかちょっと似てる気がするな。おー、よしくー、グレーン好き、太陽があって初めて輝く。は、月の輝きは夜の闇の中で手探しする人から見つめた。いいこと言うね、なんか近い将来。天使と獣が見える。